55歳からのハローライフは、村上龍の連作中編小説集。55歳からのハローライフのタイトルのもと、村上自身による総画と共に2011年12月から2012年にかけて、静岡新聞に連載された後、2012年12月に、厳頭者から刊行2014年4月に、厳頭者文庫から文庫化された。 55歳という定年が間近になった世代の人生の再出発に向け、様々な悩みを抱える人たちの生き方を描いた5編の中編連作小説である。結婚相談所では、アールグレー、空を飛ぶ夢を、もう一度では、ミネラルウォーター、キャンピングカーでは、コーヒー、ペットロスでは、プーアル茶、トラベルヘルパーでは、日本茶と作品ごとに、 主人公が心を落ち着かせるための飲み物がモチーフとして描かれている。2014年6月14日から7月12日にかけて NHK 総合テレビジョン土曜ドラマで5回シリーズでドラマ化された。結婚相談所空を飛ぶ夢をもう一度キャンピングカーペットロストラベルヘルパー NHK 総合テレビジョン土曜 ドラマで2014年6月14日から7月12日の5回シリーズで放送された。週替わりで一つのエピソードを描くオムニバス形式で、主演者も週ごとに変わるスタイルになっている。なお、第1.35話は文化庁芸術祭出品作品となった。ありがとうございます。